経歴は語れるほど華やかではないんですよね。小中高と福岡でバスケは続けていましたが、県大会でさえ一度も行けませんでした。高校卒業後は5年ほどバスケをしていなくて、プロを目指そうと思ったのは22歳の時でした。練習生の時期を合わせるとプロ11年目になります。ライジング福岡、京都ハンナリーズ、香川ファイバーローズ、秋田ノーザンハピネス、佐賀バルーナーズでプレーさせていただき、チームのキャプテンや副キャプテンにも携わり、すべてが貴重な経験でしたね。中学の時からずっとガードをしています。ボールを持っている時間が長いですし、ゲームの流れをよく考えないといけないポジションになります。どうすればチーム力が上がるかをコート、オン、オフ関係なく日々考えていました。バスケットではチームをよく家族という表現をします。誰が何を考えているか、どうしたいかなど、家族の気持ちになってそれぞれのシーズンを過ごしています。試合中、僕の一つのプレーで会場が沸いたり歓声を浴びたりした時は本当に心が熱くなりますね。ホーム、アウェー関わらず足を運んでくれたブースターの方々を会場で見た時にも心躍ります。スポーツは感情や思いを多くの人に伝えることができます。僕にとってバスケット選手でいれることは幸せです。2018年4月に前十字靭帯断裂、半月板損傷という大怪我を負いました。その約1年後にも大腿骨軟骨損傷で手術をしました。リハビリを経て現役復帰を果たせましたが、足の状態がうまく上がらず、2020年5月に前十字靭帯再建手術を再度行いました。応援してくれた人にもう一度コートで会いたい、そのたった一つの強い思いを胸に秘めて現在リハビリに専念しています。容易なことではないと自覚していますが、誰かのために、人のためにという僕の性格も後押ししてくれて、辛いリハビリをしていても希望や力が自然と湧いてくるんですよ。自分で勝手にですけど、応援してくださるファンの皆さんを巻き込んで、それを力に変えているという感じですね。プロバスケ選手として体のメンテナンスはとても大切なことです。その中でバスタイムは僕にとって重要な部分になります。その日の反省や午後のことをよく考えながら、疲れた筋肉をマッサージしたりしています。ファブローのボディーソープを使って、自分の手で体をきれいにしながら会話をすることで明日へつなぐ時間になります。香りもとても良くてリラックスできています。一人のバスケ選手として多くの方に注目されるような立場ですので、ファブローのフェイシャルソープの保湿成分で顔に潤いを与え、日頃からきれいにするように心がけています。ファブローの製品にはかなり助けてもらっています。もう一度コートに立ちたいという目標は変わりません。それだけでなく、復帰に向かう姿勢や思いも伝えながらプロとしてリハビリに専念したい。今ある状況に感謝しながら、この最後の挑戦を楽しみたいです。皆さんと会場で会ってプレーを見てもらって、一緒に泣いたり笑ったりできる日が早く来ることを願っています。この目標を達成するため、日々全力で駆け抜けます。日本の男を取り戻す。